魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上
北極周辺の
冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。ありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧ください。
白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。
し、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、ベルーガは別名白
白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。ご案内申し上げます。名古屋港水族館の入館式には7時でございます。再入館をご希望のお客様も7時を過ぎますと入館できませんので、ご注意ください。繰り返しご案内申し上げます。名古屋港水族館の入館締め切りは7時でございます。再入館をご希望のお客様も7時を過ぎますと入館できませんので、ご注意ください。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。
まれたばかりのベルルカが濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは痩せられば、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、
ニ、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100
100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名で白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。
種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。
ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。白イルカとも呼ばれ、体の色が白いの